者堂は国内外で忍者ショーを行うエンターテインメント忍者チーム。ぜひ南寺のところにも参加ください。そして我々がいるこの場所はみんなが忍者や VR を体験できる道場です。ぜひ遊びに来てほしい。詳しくはコメント欄を見てほしい。では今回の任務を確認しよう。ミリオエージェント。忍びの者たちよ、今回の任務は忍者の役割だ。忍者は何をしていたか、どのような時に活動していたか調べる。ではご分を。おい女、今部屋で何をしていた？お客様がお買いになられたので片付け。そうか、ご苦労さま。失礼いたします。なあ、真っ赤なひまわりの花って珍しくねえか？おでり、使い方を勉強しよう。今回は抜刀、正眼、上段、真っ向斬りの4つを見ていただく。まずは見本。抜刀、正眼、上段、真っ向斬り、はっ、それでは実際に2人で向かい合い実演していただく。まずはお互いに抜刀。切っ先は相手の喉元に向けて正眼。お互い上段に振りかぶり、攻撃、しっかり下まで振り下ろす。納刀、
で鞘の小口を隠すようにして親指と人差し指の間に峰を置き、前にスライドさせながら鞘も後ろに引きながら小口にポトリと剣線を落として、鞘の刀を角度に合わせて向かいに行きの音を元の位置に戻します。ではここから自分の目線で納刀を10回繰り返しやってみよう。1、しっかりと峰を当てて。2、鞘の方から向かいに行く。3、しっかりと柄頭を押さえて入れる。4、5、あと半分。8、9、ラスト1回、濃い口を水して入れる。10、以上。ではまた次回。